で、もうちょっと具体的な、例として、まあ、役に立つかもねっていう例を出しておくと、これ、何かというと、そのタミフルって、皆さん聞いたことあると思います。インフルエンザの、特効薬ですね。で、タミフルって実は、ドラッグじゃなくて、プロドラッグと呼ばれるようなもので、血中で代謝されて、活性を持つ成分子に変換されます。そういうことは、ここの活性が、起きると、あんまりこの薬効かなくなるんですよね。で、この活性を担っているのが CPS1 と呼ばれる、遺伝子で、CPS1 だよな。違ったかな ?CPS1 だったような気がします。ちょっと、ひょっとしたら遺伝子名間違ってるかも。まあ、こういう、遺伝子があって、そこの、この赤い部分が活性部位です。それで、それに対して、ここ、何色だろう、ピンクっぽいボールで示しているのが、これヨーロッパ人に非常によく見られる変異です。それで、まあ、よく見られると言っても 1% もない程度で、ヨーロッパ系のアメリカ人とか、アフリカ系のアメリカ人とかいうのは、1% 弱ぐらい、まあ、ないではないということです。ただ、アジア人というのはこの変異持ってないんだよね。面白いことです。それで、じゃあアジア人はなんか、そのタミフルの、それでこの変異っていうのは、ワイルドタイプに比べてちゃんとやっぱりこの変異が入っていると、タミフルの代謝の方が非常に落ちます。ただ、そうは言っても、実はこれそんなに致命的な、変異ではなくて、まあ、致命的な変異だともっと多分レアなんですね。で、致命的な変異じゃないっていうのは、この、CPS1 だったか、じゃあ CES1 か、CES1 だ、CES1 だ。CES1 ってやつはパラログがあって、どうも、タミフルっていうのはそのパラログの方でもある程度代謝されるみたいなんで、これの活性が落ちても、まあそんなに致命的に効かないってわけじゃないですけども、やっぱり薬物の濃度とかちょっと変えないといけないんじゃないかなというふうに思っています。それでね、これの面白いところは、ここに紫のボールで書いてあるのが、これ、アジア系にのみ見られるバリアントです。それで、アジア系には結構な頻度で 2% とかぐらいで、観察されるんですけど、これの性科学的なエバリエーションはないです。ないからちょっとよくわかんないけども、構造から見るに多分こっちの方が危なっかしいんですよね。だから多分活性を丸ごとなくしてるんだろうなと思われるような変異がありますけども、ちょっとそれ以上は深入りできてません。それで、ここで、まあ、こういうふうに構造から機能について、解釈できますよね、みたいなことを一つのメッセージとしつつ、もう一つメッセージとして、実はこういうアジア系の変異っていうのは、なんか情報が非常に不足してるんだと。だから、なんか、情報がいっぱいあるよ、いっぱいあるよっていうことを、なんか世の中みんな言いますし、僕もイントロのところでそういうことを言いましたけども、実は結構情報足りてません。例えば、日本人を含む東アジア系の、情報の不足っていうのはもう、目を覆いたくなるばかりです。これ、例えば、6万人の、人間の、人の、タンパク質のコーディングリージョンの、バリエーションがカタログ化されましたという論文が今年、2016年の8月に出ました。で、この、それがユグザクってやつなんですけども、これがそれで、で今までのやつに比べてすげえ増えたぜということをこういうグラフで言うわけね。ただ、これのグラフ、よくよく見ると、この緑の部分が、矢印が降りないな。緑の部分が、イーストアジアという東アジア系の人で、やっぱり少ないんですよね。で、東アジア系の人って分布としてもやっぱりちょっと違うところにいるんで、まあこれなんとかせなあかんよねというふうに思います。だからやっぱり情報が全然足りない。それでそれをね、別の、観点で足りないということを言っておくと、NHGRI という研究機関が GBAS カタログというデータベースを作ってくれています。それ何かっていうと、さっき言った GBAS っていうゲノムワイドアソシエーションスタディをやって論文を書いたやつを、論文を緻密に読んでデータベース化してくれてるんですね。だからここの変異がこういう機能に関係してるぜ、みたいなことをまとめてくれてるんですけど、そのカタログの中を見ると、日本人に関連するというか、まあ、東アジア系に、広げても、やっぱり、数が少ないです。4% ぐらいしかありません。だからそういう意味でも、ここのタイトルに書いてあるように、日本人を含む、東アジア系の人の情報は、まだ全然足りないということは、言えると。それで、情報が不足した結果ね、まあ、これちょっと余談に近いですけども、我々は非常に不利益を得ているということを、お知らせしておきます。例えば、23andMe という遺伝子の検査会社、まあ、ちょっと一時期ごたごたがありましたけども、最近また元気になってきている 23andMe が、2型糖尿病に関して、まあ、リスク評価とかをやるんですけども、どこ見てるかというと、いくつかの変異を合わせて見て、総合的に評価しています。そうした時にヨーロッパ系の人は全部変異の情報があるんです、ね。だから多分精度が高いです。それに対して、これ西アジアか。東アジア系の人っていうのは、いくつかの変異がないです。さらにアフリカ系に至ってはもうかなりの部分がないです。だからそういう意味で、こう遺伝子検査サービスみたいなことを、
のメリットを享受できているのって、なんかやっぱり欧米人なんですね。だから日本人、なかなかそのメリットを、受けてません。ただ、そうは言っても日本でもなんかこの、DTC という方なんですけども、23andMe みたいな、各個人に、遺伝子の検査の結果を直接返すサービス、ダイレクトトゥコンシューマーというので DTC というらしいんだけど、そういうところで、いろんなリスク評価が返ってます。だからあれはどういう情報を元にしているのかというと、まあ、各社はもちろんノウハウを持って何かをやっているはずなので、ですけども、もともとサイエンスの世界としては、東アジア系の人っていうのは情報が少ないので、なかなかああいうサービスを、精度よく展開するのは難しいんじゃないかなというのが、実は正直な感想です。それで、それ以外にも、情報あるあるって言っても、実は、結構不足している情報もあります。それは、例えばこういうふうに構造にマップして変異を理解しようみたいなことを頑張っていろいろやってみたときに、こういう面白い例を見つけます。これなんか英語で書いててちょっと分かりにくいですけども、バイファンクショナルエピソキドハイドレースっていう、まあなんかある遺伝子だと思ってください。で、これって、まあ一番重要なのは、二量体のみが機能を持つということです。これ二量体の A ね。それ二量体の A のこのインターフェースの部分を拡大してやると、こんな風になってて、これ、ほぼ二量体なので、同じアミノ酸が向かい合う形で、このダイマーのインターフェースを作っています。非常に綺麗なインターフェースですね。ここのアルギニンが実は、グルタミンに変わるという、変異が、存在します。で、しかもそれの観察頻度は 10% ぐらいあります。つまり、この変異っていうのは、構造から見たときに、明らかにこの、インターフェースを壊しそう。つまり、ダイマーのみ機能を持つのに、このインターフェースを壊して、ダイマーを作れなくなると、なんか機能に致命的な影響を与えそうなので、こんな変異が、すごく高頻度で見られるっていうのは、ちょっと理解不能なんですね。だからもうちょっと深掘りして論文を探していくと、まあ、確かに機能に影響を与えるということが報告されています。それは正確的には分子機能の話で、実際このタンパク質の複合体が安定に存在するのに、まあ、評価として、乖離乗数っていうのがあるんですけども、ある程度濃度が高いとちゃんとダイマーとして存在、ある濃度でダイマーが、ある程度安定して存在するっていう目安だと思っているわけです。そうしたときにワイルドタイプ、つまり変異がない状態では5ピコモーラーってかなり薄い濃度でもダイマーは安定です。それに対して変異があると90ピコモーラーということで、ものすごく濃度を上げてあげないと、まあある程度濃度を上げてあげないとダイマーとしては安定に存在できないっていうのが実験的には出てきます。しかし実はこの変異生体内では何の影響もないんですね。というのは生体内でこのタンパク質って3ナノモーラーぐらいあって、つまりかなりたくさんあるタンパク質だということが知られています。つまりこういう乖離乗数よりはるかに上のオーダーで勝負していて、濃い濃度で低い乖離乗数を補っているという。低いというか高い乖離乗数か、すいません。逆ですね。まあ、なぜ、インターフェースとしてはかなり機能、落ちている、まあ、精度の落ちている、性能の落ちている、インターフェースなんだけど、量でカバーするということをやっているんですね。だからこれはやっぱりゲノムだけ見てても分からなくて、やっぱりタンパク質の発現量データっていうのを確かに増えてはきているんですけども、そうは言っても、やっぱりその次世代シークエンサーって技術があまりにも素晴らしいがゆえに、RNA セックみたいなことは実験としていっぱいなされてますけども、タンパクの量っていう意味では、なかなかやっぱりまだない。っていうのはやっぱりタンパク質の量を、同時に、ちゃんと定量するっていうのはなかなか実験的に難しいということが知られてて、なかなかまだまだ、今後の課題かなという気がします。それとあと発現量っていうのは細胞ごとあるいは時間とともに変わるようだっていうのも、注意すべきだと思います。つまり本当は、こういうことを言うといつも実験の人に殴られるんですけども、情報系の人っていうのは基本全てのデータが欲しい人種です。だから例えばこのセルの発現量データを測定したんです、解析 していただけませんかみたいなことがなんか言われたときに、何点あるんですかって言われて、いや、1日で3点も取ったんです、頑張ってって言われると、3点ですかみたいなことで、ちょっと正直悲しくなります。だから、すごく情報系のわがままは言うと、24点取ってくれと思うんだけど、でも24点、確かに1時間ごとに取るって、それは無理だよねって思うから、我々も、はい、3点。なんか素晴らしいです、ありがとうございますって言って解析をさせていただくって、そんなことがあって、お互い、まあ、しょうがない面もあるんですけども、データは増えたって言っても、本当の意味で必要なデータっていうのは、まだまだ今後も、どんどん蓄積する必要があるだろうなというふうに思っています。それと、あと何が正しい情報なのかっていうことも、ちょっと、考えてほしいなと思っています。というのは、これ、何かっていうと、これ、変異の情報。それで、まあ、ここは、こことストラクチャーは単なる付録なんだけど、真ん中3つっていうのが、
ゲノムとメッセンジャー RNA とタンパク質です。で、そのそれぞれがデータベースとして存在します。で、ゲノムはゲノムで、リファレンスゲノムというのがありますし、メッセンジャーはメッセンジャーで、リファレンスシークエンス、レフセクというのがあって、トランスクリプトがたくさんデータベースに入っています。で、タンパクはタンパクでユニプロットという素晴らしいデータベースがあり、こんだけの数の、タンパク質が登録されています。でもね、ふと思ったのは、これらがどれくらい一致してるんだろうかというのがある一つに気になりました。それで、気になると、じゃあ調べてよって言ってなんか調べて、白田君が調べてくれたんですけども、大体、実は結構一致してます。意外となんか驚きなぐらい、一致してます。ただそうは言っても、これ、レフセックとユニプロットと、ゲノムの、リファレンスゲノムのあるバージョンで、全部がリファレンスを取っている。つまり、同じものであるっていうのが、大部分です。それに対してでも、リファレンスゲノムだけ、オルタナティブという、マイナーなものを取っているのが、ある程度ありますし、ユニプロットだけ違うとか、結構整合性のないものが周りにパラパラとあるって、そういう状況です。だからそういうふうに、データが、いろいろ違うものがあって、例えば、まあ、こういう構造が絵にしやすいから構造にしてますけど、別に構造の情報はこの場合そんなに、重要な情報ではないんですけども、PDB なんかを見たときに、面白い例があって、これ、違う PDB のエントリーです。だから別物として登録されてて、でも実は同じタンパク質として登録されています。ある片方はリジンで片方はイソロイシンになっています。ここね。で、微妙に構造が違います。はい、このタンパク質の構造とは何でしょうということが気になるんですね。というふうに、データベースって、もちろんものすごい重要な情報を蓄えてはいるんだけども、それがやっぱり全てではないんですよね。それで、今、本当にヒューマンが、世の中に70億人ぐらいいて、本当は70億人全部ジェノタイピングをして変異の情報を得れば、それでそれをデータベース化してくれればもうなんかそれで全て終わるような気がしてるんだけども、そうはなってない歯抜けのデータの中で、リファレンスゲノムとか、リファレンスシークエンスとか、あるいはまあ標準の、タンパク質データベースっていうのが何をもってリファレンスとして、何をもってその統一としてやってるのかっていうのは、やっぱりそれぞれのデータベースごとにポリシーがあってやってるので、まあなかなか難しいですね。はい。というので、自分が使っている配列の情報が何なのかっていうのをちょっと意識するといいかなという気がします。それで、ここから先、もうちょっと、なんか軽いお話をちょっとしつつ、最後は、なんか、質疑応答的なものの時間を十分取った方がいいと言われているんで、ちょっと早めに終わって、質問というか、ざっくばらに言うと受けたいと思います。それで、何をちょっと紹介したいかというと、こういう話をバーってされたときに、なんかこういう一連の講義の中のスポットだからなんかお前は無責任にそういうことを言ってるんだろうと思われるかもしれませんけども、大学院の講義の一コマ目で、今と似たような話をした上で、大学院生、情報系の学生がメインで一部生命科学研究科から、ものづくりがやってきますけども、そういう学生さんを相手に、最初の講義の一番最後に課題として出している課題をと彼らのレポートの一部をちょっと紹介します、ね。それで何を伝えたいのかというのが多分ここで、いいエグザンプルになるかなと思います。それで、大学院の実習で何やってるかというと、人のゲノムを配ってます。まあもちろん人のゲノムって言っても個人のゲノムは倫理上配れないので、配ってるのは、リファレンスゲノムと呼ばれるものです。だから染色体、1番からずっと来て、XY まで配ってます。それで GZIP の形式で圧縮されてる。これ授業で使ってるそのままのスライドです。それで情報系の課題、ファイルを取得して回答して中を見てみましょう。で、染色体ごとに文字を数えてみましょう。で、ツータップルという言い方を情報系の人にはするんだけども、AA とか AT とか、要は2文字の組み合わせね、その頻度を調べてみましょう。で、数字を見て考えましょうという、こういうなんかアバウトな、課題を出しています。それで、別にアバウトな課題を出しているのは、緻密な問題を出すのがめんどくさいからではなくて、まあ、それもちょっとはありますけども、一番のポイントは、これによって、レポートの答えが非常に、多岐にわたる。それをお互い学生さんに見せることによって、ああ、こういうふうにデータを見ていくんだということを、気づいてほしいというのがあって、わざといろんな解釈の余地がある、課題にしています。それでね、この課題ってね、非常に簡単に思えると思います。それで特に情報系の人だったら、これだけでも確かに、ちゃんと答えを1週間ぐらいで、大体次の週の授業でその彼らのレポートを使って授業を構成するので、さっさと答えを出せって言って出してもらって、それで、来週の授業で使うということを、繰り返し、3回ぐらいレポートを使ってやっています。それで、情報系の人はこれ、簡単なんですけども、これ生命系の人は実はこれできません。というのは、このゲノムのファイル1個でも、見るっていうのがまず見れないんですね。まず、回答すら実はできない人もいます。
まあでも回答ぐらいは頑張ってやってもらって、見るって時にあのメモ帳で見てなんかメモ帳落ちるんですけどとかいうことをよく言われます。それでなんかそういうやっぱ世界なんですね。だから投資的にじゃあ生命系の人は何をやってほしいかというと、そんなもん染色体ごとに文字数ぐらいなんかあの世の中調べればいくらでも書いてあるよねっていうので、文字数を調べてくださいということを言います。だから論文でもいいですし、どこかのデータベースでもいいです。それであとスーツアプリの頻度も予想してくださいと。それで生命系の学生さんの予想と情報系の人たちの実測を眺めることで何か気づいてほしいなという事業をやっています。それでその時に毎年これ繰り返し、なんかもうあんまりなんか毎年やってるんでそろそろ飽きてきたんですけども、なんかもうグラフの書き方は重要ということを学生さんに言わないと本当にわけのわからんグラフを書いていきます。例えばこれ、本当の一例なんですけども、染色体の数って、ただね、その前に、一つ、言っておきますと、さっきのこういう問題の出し方だと、グラフを書かないやつは半分ぐらいはいます。はい。いや、そういう世界です。それで、いや別にグラフ書かなくてもいいんだけども、数字を見て考えるときにグラフ書かずに考えられるのかいっていうことを、その時は問います。はい。それでまあ、それでもグラフ書くやつはまともなやつで、グラフを書く人がいます。それで、でもこういうグラフとこういうグラフでやっぱり見えてくることは違って、それでこれ、ATGC 分けて、染色体ごとに、書いてます。そうしたときに、でも線2本しかないじゃんと思うと思うんですけども、A と T、G と C は、完全に、かぶさってます。つまり、こういうグラフの書き方をすると、単にこういう数を数えてって言ったときに、トータルの数だけを見て、こういうグラフを書くのに比べると、圧倒的に情報量が増えるんですね。それで解釈として、A と T、G と C は一緒だということが分かりました。そういうことをレポートの考察として書きます。それで、そうしたときに、まあ、出来のいい大学院生は、そこでネットで調べるということをやります。そうすると、どうもこの A と T、G と C が一緒だっていうのは、シャルガフの法則によるらしいということを、すごくもっともらしく書いてきます。それで、これ後でちょっと説明しますね。それで、あるいは他の考察として、こういう総数の長さだけで、染色体番号とともに短くなりますという考察をして、だからっていうようなレポートも非常にたくさん多いんですけども、これ今年、ちょうど先週授業をやったんですけども、その時に、今年あと、新しい新ネタとして出てきたのは、この染色体の写真を横に貼って、染色体の大きさと、文字数っていうのがなんか関係があるような気がしますということを、考察している人がいました。例えば Y 染色体っていうのは21とかこの辺と一緒ぐらいで、大体文字数もその辺と一緒なんで、染色体の大きさと文字数は関係してますみたいなことを言ってる人がいました。で、こういうレポートを受けて、話を展開するんですけども、例えばシャルガフの法則っていうのは、これ、もう生化学の、教科書に書いてある非常に基礎的な法則で、シャルガフさんっていう人が、これいつだったっけな、1949年ぐらいに発見した話で、いろんな生物種において、A と T の数と G と C の数は一緒だということを、発見しました。それでそういうのをデータとして出して、ほとんど比を取ると1になるんです。もう素晴らしい法則ですよね。まあ、なんかちょっと偏ってるのもあるんだけども、それでも基本はなんか1に非常に近くて、もうこれは本当に素晴らしいですよね。それで、これ、素晴らしいんだけども、ちょっとだけ歴史を整理しておくと、DNA の二重らせん構造が分かったのが1953年、それより前ですよね。二重らせんということが分かってない時代に、こういうことを観察事実として、言いました。それで、このことを、ワトソン・クリックはどうもなんかちらっと聞いたらしくて、それが DNA の二重らせんの双方性ということの発見につながったという、逸話みたいなのがあるということを、聞いたことがあります。で、ね、これをね、よくよく考えると、これは二本差まとめての結果なんですよ。A と T がペアを使って、G と C がペアを作るから、DNA 二重らせん作ってや、それは1になるよね。だからこれ1からずれてるのはなんか誤差だよねと思うんですよね。まあ、これちょっと誤差大きいけどね。まあそうは言っても、まあ基本誤差だろうと思われる、データです。それで、皆さんというのは、今は大学院生ですけども、大学院生があの情報、実際のファイルを見て数えてるのは、お前ら何を数えてるんだと考えなさいと。それはお前は二重らせん数えたんかというと、一重らせんだよな。片側しかだってデータには入ってないから。というのは、相補性があるから、情報系で扱うデータは、この片側の鎖が5ダッシュ単から3ダッシュ単についてずらずらと並んでるデータだけを見てるんです。それなのに、これの数が一緒なことをシャルガフの法則だというあたりは、やっぱりちょっと考えが足らんよねということをそこで指摘します。ただ、もちろん情報系の学生さんがメインなので、別にそれは、知識として、まあ、しょうがないんだよと。ただ、一歩踏み込んで、自分が観察したことが論理的に正しいかどうかっていうのを考えろっていうことをその時に言います。
そうすると、はたと気づく子はその後伸びますし、気づかない子は相変わらずなんかググってよくわからんことを言って終わるというレポートを散々と書いていきます。というような例として使っています。ただ、ちなみにね、ちょっとアドバンスなこと一言言っておくと、じゃあなんで片側だけの鎖を見てこれが成り立つのかっていう。だって今データとしては、これものすごい綺麗に成り立つんですね。で、これに、いろんな生物質で実は気になって調べたことがあって、調べると数えるだけなんですごい簡単にできるので調べたことがあって、いろんな生物質でこれ成立します。でもそれシャルガフの法則じゃないんだよね。だって一本差だけ見てるから。だからそれがなんでこれが成り立つのかって、いまだにちょっと明確な答えを私は持ってないんですけども、誰かもし明確な答えはあったら教えてほしいです。なんか、それとちょっと関連するような、進化っぽい論文は一本見つけたんですけども、それ以外にこのことについて明確に言及していることをちょっと見たことがないです。まあ、ちょっと私不勉強で見てないだけかも、見つけられてないだけかもしれませんけど。それでさっきの文字数と長さっていうのが一致してるかもねっていうことを言った子にはこういうことを言います。だから実はその出てくるレポートで毎年言うことが変わるというのがすごく柔軟性の高い事業という言い方をすればいいんですけども、もう行き当たりばったりの事業をやってます。それでそこで長さの話から広げて何の解説をするかというと DNA に二重らせんだよねって話をして、それで、まあ、相補性があってみたいな、それ片側だけは書けばいいんだよみたいなことの情報系みたいな話をすると同時に、こういう DNA の二重らせんといった時に実体があって、実際は10文字で、1回転ぐらいします。そうするとこのピッチっていう長さが 3.4 ナノメートルぐらいです。ということは10文字で 3.4 ナノなので、これ実際、ゲノム、僕が配っているゲノムはこんだけの文字数があるんですけども、これでどれくらいの長さになるか、計算しなさいって言って、その場で計算をさせます。で、ちなみにこれどれくらいの長さか分かります？皆さん。イメージとして。これちなみに2倍足らないので、これ2メートルです。つまり、2メートル、ゲノムをつなげると2メートルあるんですね。でも、染色体って、ここで見てるこれって、すごい顕微鏡で見るレベルですよね。これ不思議だよねっていうことを、情報系の学生さんに伝えると、ああ、確かに、みたいな話になるんで、ちょっと興味を持って、その先は話を聞くようになるんで、そこで、うん、それはね、クロマチンがね、みたいなことを言う。で、なんか、覚えることが大嫌いな情報系の子に、ちょっとでも、知識を植え付けようという、浅はかな事業をやってます。そういうクロマチンでこういうふうに巻いててねって、それがなんか、どんどん詰まってるんだよ。そうは言っても、ここまでコンパクトな2メートルのものが、マイクロメートルの大田の細胞の中に入るんだから、それは不思議だよねっていうことは、みんな考えようねっていうことを言ってます。それで、そのついでに、メチル化が、みたいなことも言ってみたりします。それで、そこからさらに発展させて、こういう、ゲノムの中、ゲノム、核のゲノムの中に染色体がこんな風に詰まっているとかいうことが言われてるけどねって。でも、これも、まあ、まだデータとして、そんなに確立したものでないよっていうことを言った後に、まあ、データはデータだからそれを解釈するには背景知識とか具体的なイメージっていうのが重要なんだよっていうことを、伝えています。だから、いや、文字の、文字数と、長さがなんとなく関係するかもという考察は、情報系の考察としては、僕は素晴らしい考察だと思う。ただ、そこから踏み込んで、実際の長さとかまで考えてくれたら100点あげるのになという気がするっていう。まあ、そうは言っても、まあ、いいレポートだったと思います。それで、二塩基の、数、ツータプルの頻度とか数えるっていうのも、いろんなグラフがあってね、こんなんで何を考えるんだろうと思うんだけど、みんなが気づくのは、CG が少ないとかね。それであるいは染色体ごとに分けることで、染色体の19番がちょっと特殊だよねみたいなことに気づいてくれる人もいて、それであるいは N がすごく実は多い、ATGC だと思って見に行ったら最初にいきなり N が目に飛び込んできて、なんか面食らったっていうようなことがレポートによく書いてあったりします。それあるいは3番染色体に M が入ってましたとかいうことを見つける人もいます。それこれは曖昧塩基の話とかをしたりします。あと、ツータブルの出現頻度から19番、22番の、特殊性みたいなことを話してとか、あと、その染色体の役割が似てんじゃないみたいなことを、言う人がいて、これってやっぱりすごくいいことなんですね。それは、情報系の学生前提知識がないがゆえに、なんかやっぱり、すごく虚心坦懐にものを見るんですけども、それが実は本当はすごくいいことだと僕は思ってて、まあ、センスもあるから、まあ、しょうもない、レポートもいっぱいあるんですけども、先入観なくデータを見るっていうのは、重要なことだよということを伝えます。それで、あと、そういう文字の細かい違いとかいうのに触れて、さらにもうちょっと、言うのは、僕が配ったのは実は、リファレンスゲノムの中の、GRCH38 というか37のパッチレベル5を配ってますとかいうのを触れることで、よくリファレンスゲノムっていう言い方をしますけど、実はヒューマンゲノムシークエンシーズなんですよね。実際データベースに今11の
ホールゲノムシークエンスが登録されていて、どれをリファレンスゲノムとして使ってもそんなに問題がない状態になっていると思う。というぐらい、なんかデータのソースには気をつけて考察をしましょうということを伝えています。それを1枚にまとめると、まあ、データの可視化、グラフぐらい書こうねというのと、あと、Excel で、情報系でも Excel で書くやついるんだよね。結構驚きなんだけども、まあ、R ぐらい勉強するといいんじゃないって言ってやると、結構 R を勉強して、その後突然なんか意味もわからず、T 検定をやってくるやつとか出てきたりして、なかなかみんなの学生の進化を見てると楽しいです。はい。それで、あと、グラフの熟とか判例あんまり言わなかったですけど、見やすく書きましょうねと。あと、比較したいグラフを並べようとか、なんか、そういう一般的なグラフの書き方の説明をして、あと、数字が意味していることから、なんか、論理的に考えるというのがものすごく重要で、きっと丸々だろうと思い込みのレポートがいっぱいあるんで、そういうのを、匿名だったり実名だったりして晒すことで、学生に気づきを求めています。それで、ネットにこれから出てくる情報が正しいわけじゃないんだよねっていうのも具体例を挙げながらやったりします。あと、生データには誤差がつきものなので、常に誤差があることを忘れずに、データを見ましょうというのと、あと、誤差って言っても実は意味があるんだよと。個性なのかもしれないし、意味のある誤差っていうのもあるんだよということを、伝えたりします。で、グラフの危険性ということで、一言言っておくと、なんかもういきなり答えが出ちゃってますけど、本当はこれ、そうか、唯一のこの授業の中でのアニメーションだったんですけど、なんか PDF でやるとアニメーションになってませんけども、最初に左上だけ、見てください。そうした時にこのグラフを見て、この地域2つで、まあ、なんか A っていう地域1と地域2で、猫の調査をしたとしましょう。そうした時に、2007年に行こう、2008年に行こうみたいなグラフを見て、あ、なんかこれ、地域1と地域2ですごく傾向に差があるのかなみたいなことを思ったりする考察をするやつが出たりするんですね。あるいは新聞にはよくこういうグラフが出てて、あ、なんか地域2で急激に猫が増えてますみたいなことがニュースになったりするんですけども、いやいや、軸をよく見ましょうと。縦軸をよく見ると、それでこれ授業の、最後の最後の方で使うと、大体みんな、これ差がありませんって言ってくれるんだけども、最初の頃に見せると、なんか差があるとかいうやつもいたりするんですね。で、これ実際軸をちゃんとゼロベースから書くと、こんなもんで、まあ、差はないでしょうね、ということで、グラフの比較っていうのは基本軸を揃えてやりましょうと。で、あとは定量的にやらないと、いけません。で、例えば、有意差検定みたいなことは前回、山田先生がちょっとお話をされたと思いますけれども、そういうことも、客観性を上げる上では重要かなという気がしております。ということで、最後10分ぐらい残して終わるという素晴らしい時間配分ですけども、今日、まあ、バイオマティクス入門みたいなことのお話をしました。それで、生物における情報の流れということのお話をして、最初は言わなかったですけども、セントラルドグマにハテナをつけたのは、ドグマっていうとやっぱり宗教なので、細かいなということを、疑いましょうという意味を込めて、ハテナをしています。だからそんなに、シンプルな情報の流れではないですよって、いろんなフィードバックもかかってますよっていうふうに、ちょっと頭の片隅に置いておくといいかなって気がします。それで、まあ、生命データの情報科学としての扱いとして、知識なんてね、実は調べればわかるんで、知識としてある声で、覚えることは、まあ、授業では求めません。それに、この、多分、一連の遠隔地講義でも、多分、知識として何かを得ようと思っている人は、あんまり、まあ、そういう、授業を私はしてません。他には、もうちょっと、ためになることを言ってくださっている先生も、多分、いっぱいいると思いますけども、そういうことよりも、考え方とか、分野に興味を持って、それから、いろいろ自分で勉強するっていうきっかけになりさえすれば、もう、それでは万歳だと思っています。それでその時に重要なのはやっぱりデータの中身のセンスかなという気がします。それで最低限グラフの可視化という、データの可視化としてグラフを正しく書くということは忘れないようにしてほしいなと思っています。ということで9分残っておりますので質問タイムとしたいと思います。木下先生ありがとうございました。質疑応答の時間にしたいと思います。